第1試合ゼッケン8長島小夏青円塾白ゼッケン16手島美咲新極新会神奈川東横浜支部正面に礼真に礼お互いに礼構えて準備赤11です。続行正面判定取ります判定赤1、2、引き分け1、2、3、引き分け判定の結果引き分けです2分間の延長戦を行います。
正面判定取ります。判定赤1、2、引き分け1、2、3、引き分け。判定の結果引き分けです。2分間の最終延長戦に入ります。審判は必ずどちらかに判定してください。始め。正面判定となります。判定赤1、2、白1、2、3、白。正面に礼。判定の結果3対2をもちまして白手島選手の優勢勝ちです。3位決定戦は行いませんのでこの結果長島選手の3位が決定いたしました。